快晴となったものの少し肌寒い今朝のアルビレッジ。選手たちはパスやドリブルの基礎練習で体を温めました。6年ぶりの J1 リーグ、アルビはここまで5試合を戦って2勝1敗2分けの8位。一方、次節1日に電化ビッグスワンで迎え撃つ名古屋はここまで3勝1敗1分けの2位で、攻撃力もさることながら失点1と高いディフェンス力を誇っています。練習でアルビの選手たちはパスの精度を上げようと声を掛け合っていました。